Thank you.
リンさんに絶対押さないでって怒られてるんです。爆裂女子、バーストガールズとはね、共演がたくさんあるんでおなじみの方も多いかと思います。どうもおなじみのキャンドルでしょ、よろしくお願いします。何はともあれ、まず最初に爆裂女子バーストガールリンさん、誕生日おめでとうございます。僕らね、去年も出させていただいたんですけども、去年ね、ファンの皆様からね、リンさんのファンの方々からリンさんが等身大パネルをプレゼントされてたんですね。それで俺ね、それね見て、あ、すごい愛されてるなと思って、なんか 俺らもこういう風に愛されるアーティストにならなきゃいけないなって思ったんですよ。それをね、今日ね、リンさんがね、会場入りの時にね、わざわざね持ってきてたんですよ。それってすごいことじゃないですか。皆さんどう思いますか、これ。どういうことかというと、1年間ね、自宅でちゃんと綺麗に保管してたってことですよ。とってもシュールじゃないですか。ね、だってファンの方々が有志がお金を集めてて、等身大パネル金作るのどれくらいかかるかしてます。僕までこの子の生誕祭の時に、ね、作ろうと思ったらね、相当な気がかかってね、諦めます。多分ね、結構な額かかったと思うんですよ。それをね、わざわざ持って帰って、だってあんなのさ、電車で持ってきたらさ、結構白いですよね。結構ね、リンさん今日ね、来る時、ジロジロ見られたと思うんですけども、それくらいその、ファンの方々の愛情も素晴らしい。だけど、リンさんが、皆さんに返す愛情も素晴らしいと思いませんか。やっぱね、真面目な彼女だからこそこうやって愛されるんじゃないかなと僕は思います。僕らもね、そういうアーティストになるために、日々精進していきたいと思います。よろしくお願いします。いや、本当にね、今日は、りんちゃん誕生日おめでとうございます。じゃあね、意図せずね、同じような格好で出てきちゃったんですよ。さっきさ、りんちゃんバンドやってたじゃないですか。で、パジャマ着てたでしょ。見てたのよ、その横から。あれ、私も同じような格好してるな。大丈夫かな、これ。なんか、まあ、意図せずですよ。はい、そんなわけで、バンドも、ちゃまバンドもね、めっちゃ頑張ったと思いますよ、あれね。拍手だってギター弾けたの、最初から弾けないでしょ。私もね、分かるんですよ。ギター始めようと思って始めたら全然弾けなくて、はぁって思ってね、進まないことが多かったんですけど、りんちゃんはね、今日のためにみんなのためにやったでしょ。うん、ワンワンって言ってた。だからね、本番ダメでした。大丈夫だよね、みんな拍手。これでみんな、すごいいっぱいの人が来てくれて、お祝いしてくれてると思うんですけども、本当に私もね、仲良くさせてもらってるんですけども、彼女は本当にすごいんですよ。なんていうの？めちゃめちゃ本当に頑張り屋さんで、何でも諦めないんですよ。できることは全部やりたいっていうね、ガッツ精神があって、私も見習わなきゃいけないなってことがさ、たくさんあってさ、日々勉強させてもらってます。ありがとうございます。いや、私たちはさ、もうバンドやりだし10年、このキャンティーが10年今続いてるんですけども、この先さ、爆裂女子も、ね、10年20年と続いていったらいいじゃないですか。そうね、どんどん大きくなっていくと思いますよ。だってメンバーがさ抜けてさ、また新しいメンバー入って、この前初めて見たけど、すごい良くなってて、私はね、もう、終始、爆裂女子の、はちゃめちゃのライブで、ずっと涙ぐんでいました。本当に。さっきのさ、りんちゃまバンドでもさ、見ててさ、泣きそうになっちゃってさ、母親かよ、私は。本当にね、10年、20年、この先も頑張っていってほしいです。頑張っていってください。そんな、夢追い人の、爆裂女子に捧げます。最後聞いてください。
振りをして